はい、今日はね、はい、いきなりですけ ど、 はい、はい、どうも、すっごいまた素敵なねゲストの方をお迎えしてるの、ま、ゲスト第2弾、第3弾ですね、第3弾ですね、はい、もうねびっくりしちゃうからきっと、はい、もうすぐ出てきてもらっちゃうかな、そうです ね、はい、ね、ちょっとお呼びします、松浦ひろこさん、はい、こんにちは、お久しぶりです、はい、久しぶり、あの僕は初めましてです、はい、水本と申します、たかちゃんです、よろしくお願いします、私はキューちゃんです、よろしくお願いします、そうだ、はい、今ねどっちにしようかなって一瞬迷ったんだけど最初から本名なしじゃなんだ、はい、あのね、はい、キューちゃんっていうのは愛称あれですか、あのマラソンの人じゃなくていやじゃないです、お化けのキュー太郎です、あ、お化けのキュー太郎ね、はい、そう言われるとなんとなくね似てきちゃうからね、喋ってるとお化けのキュー太郎に、そうなの、あ、なんか似てるかもみたいな、楽しい人いいですね、それね、はい、実はね、はい、もう3年経ちますね、そうですね、はい、早いですね、私もちょっと、ね、今回ねまたお会いできると思って調べてみたらね、2017年の10月にこのチャンネルの前身、あ、そう、前身です、はいはいはい、でね、がんでもいいともっていうのをやってて、はい、その時 の、 あのゲストに来ていただいたんですよ、キューちゃんに、はい、でそこから、そうするともう3年経ったのかって、今日どんだけお互い変わってるか、変わってませんね、そうですね、お互い変わってないですね人に言われる先にどんどん言っちゃうんですね、そう、変わってないんですよ、はい、それで確かに、何って全然知らないじゃない、ムラさん変わってない、あ、そうか、はい、一番適当な返事でしたね、はい、はい、さあそれじゃあね、もういろんなことなさってるからね、どんどん行った方がいいですね、もうどんどん行かないとね、はい、お話がいっぱいありすぎなんです、はい、また今日はオンラインっていうことでいいですね、このオンラインっていうのも、だってそうですね、はい、ご自宅ですか、はい、そうです、がよ、でも本当は出てきたかったんでしょ前東京本当は東京行きたかった行った時はそう東京行きたかったって言ってましたから、ね、はいはい、多分ねもうあの本当はそういう方なの、もうどこへでも行っちゃいたい方だから、きっとそうなんでしょうけど、まあオンラインでね相当詰まっちゃってんじゃないかと思って、そんな話もいろいろあとあるんですけど、まずそこのね、この お部屋にぴったりな方でと言ってももちろんがん患者なんですよね、はい、そう、それでこのお会いしなかった3年間なんですけど、まずちょっとやっぱり病気の話とかなんかいろいろどういうことになってますか、大丈夫ですか、大丈夫ですね、お、うん、同じ、あの経過観察でずっとかかっていますけれども、うん、うん、悪化もしてないし、はい、もうね、がんも驚いちゃって、ね、寄りつかないってやつですよね、もう今14年目に突入です、あ、もうオペ後14年、はいはいはい、それでねご自身がそうなんですけど、いろんながんの活動をなさっていて、はいはい、それが忙しいですよね、コロナになる前まではね同じです、うん、今はもう集まって皆さん方とお話しするっていうことができなくなったので、うん、その通りですよ、寂しいですね、はい、まあ私たちもねニコッと、もう東のムーラン西のキューちゃんっていう感じなんですねなんかいいセリフいただきましたけれども、いやいや、そうですね、ありがとうございます患者会の二大巨頭ということでよろしくお願いします、まあ、ここだけそういう話にしておきましょうかねというかもう本当に、まあ、あちこち出かけていっていろんな人に会うっていうのが大好きですもんね、そうですね、そうですね、それでね最初にだからお会いしたのがその、まあ、リレーフォーライフとかね、それだって今もうほとんど集まるのができなくなって、うん、そろそろ今年あたりあちこちで声は上がってますか、こちらはね、こちらはもう全然ですね、あ、うん、そう、はい、あのオンラインでとかではやらないですか、は聞いてないですね、あ、そう、私は今あのリルホに直接関わっていないので、うん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 、開催されたら参加をするっていうスタンスで今ずっと来ていますので、
じゃああれかな、あの潔いんですね。あのね、本当にあのやるかやらないかっていう方がいいと思いますよ、こうなると、うん、本当にちょこっと集まってね、危ないなんか起きちゃったらまた困るしね、うん、うん、まあよくわかります。だけどそちらの関西の方、関西っていうんですよね、そっちの方で、はい、お仲間がいっぱいいるじゃないですか、あの戦友会の、あのひげのひげの父さんひげの父さんは、はい、あのなお友達かなんか前に見せていただいた時は、あの本の、あ、そうですね、あの戦友クラブの本の表紙に夫の絵を使っていただきました、うん、そうですよね、はい、よく覚えてくださってるんですね、はい、ありがとうございます。もう私あの時ね、本当にあのぜひ皆さんにもね見ていただきたいです。もう感動しちゃいましたもん。もうあの絵をが素晴らしいんですよ、あのご主人様がね、松浦邦樹さん、はい、そうです、邦樹です、邦樹、はい、邦樹さん、その時の気分で、はい、そうなんですか。私なんか怒った時は全部点々つけて読んでます邦樹じゃなくてグニギ言ってなるほど、すぐいいですね、それ分かって今怒ってんだっていうのはそれちょっといただこうかなっていう方なので、まあそこであのご主人の絵をねその時も見せていただいたんです、うん、でまあご主人がね、亡くなられて何年でしょうか。もうそうですね、3年半近くになります。そうか、あのお会いした時にあの亡くなられたっていうのが、そうなんです、お話でしたもんね、あの年の2月に亡くなりましたので、はい、そんな時に来ていただいたんだっていうふうに私思ったんですけど、キューちゃんはとってもあのこういう方なので、もうニコニコと膵臓がんでね、そうなんですよ、やっぱり大変だったんだろうなと思って、でその時にご主人と同じ病院にかかられて、あ、っていうかキューちゃんの方が先なんですもんね。そうです、はい、私の方が先に肺がんでかかってて、肺がんとそれからグレーゾーンの甲状腺がん、あ、そうだ、はい、そのグレーゾーンってのは、その後に夫が皮膚がんで同じ病院にかかって、でそして膵臓がんもかかったんですよ、だから夫婦揃ってダブルキャンサーだね、え、2人に1人っていうけどそこ集まっちゃいましたよね、2人ともっていう話でね、うん、そうですね、その今出たでしょ、グレーゾーンの甲状腺っていうの確かその時もあったかな、それってどういうあれなんでしょうね、あの肺がんになった時にペットを受けに行ったんですね、うん、そしたら、え、あのペットでやっぱりここが光ったんです、肺がんの先生にここにもがんあるの言われてなかったかって言われたんです。でその後これは急いでしなくてもいいのでまず肺がんの方をどうにかしようっていうこと で、うん、であの抗がん剤とかやってたんですね、手術した後、うん、で今度ペットを受けたら消えてたんです。あ、じゃあそれも一緒に聞いたっていうことなんですかね。あれではあのエコーするときちんとあるんです、へ、残ってるんですね、形としては。なんと、でも大きくならないでそのままなんです、だから経過観察。あ、なるほどね、はい、うん、まあ、本当にいろんなタイプがありますね、まあ、そうですよね、ただまあ腫瘍は成長しなければね、あの、そうよね、うん、うん、そうなんですよ、ね、おとなしくしてってくれりゃそれでね、そうですね、まあそんな感じでね、はい、まあでも今でもちゃんとお元気でいろいろやってるっていうのでね、実はねものすごいアーティストなんです、はい、そのお話を聞きたいでしょ、はい、聞きたいですね、はい、そこにね聞きましょう ね後ろにもねちゃんと絵もありますし、はい、はい、